ソフトシェルクラブは脱皮直後のカニ、もしくは、それを揚げたもの。日本では、渡りガニの唐揚げ、南角ガニの唐揚げなどと呼ばれる。カニの殻を剥かずに食べるために、脱皮直後のカニを調理する方法である。柔らかな殻のカニで、いろいろな種類のカニがこの方法で食用にされる。ソフトシェルクラブは、食材としての呼び名であり、特定のカニの種を指す用語ではない。従って、 ソフトシェルクラブとして流通するカニの種は多様であり得る。カニのような甲殻類は硬い外骨格に覆われているのでそのままでは成長できない。そのため古い殻から一旦体液中にカルシウムを吸収してから脱ぎ捨て新しい殻がまだ硬化する前に水を吸収してその圧力で膨らみカルシウムを新しい殻に戻すことで再び硬化する。 この効果前の段階で調理するのがソフトシェルクラブである。このような脱皮直後の柔らかいカニは日本の市場では身の入りが良くなく商品価値の低いものとみなされていたがアメリカのソフトシェルクラブの影響で新たな商品としての価値づけの試みもされている。アメリカではカニの水揚げ量の約半分を占めている。サンドイッチに挟んで食べたり天ぷらやフライにした。 ソフトシェルクラブを巻き寿司や手巻き寿司に巻いて食べる。ブルークラブキャロネクテスサッポダス有名なソフトシェルクラブはアメリカ東海岸に生息する渡りガニ科のブルークラブの脱皮したての個体のことである。5月から7月にかけてが旬である。ブルークラブは日本産の代表的な渡りガニ科のカニであるガザミと違い、ハサミの腕の内側に突起がなく、 オスの腹部が逆 T 字型をしている。足が青いためブルークラブと呼ばれる。取れたかには、イケスで脱皮するまで監視し、脱皮したところを使われる。そのためイケスを用意しているレストランもあるが、一般的には冷凍物を使う。ブルークラブの他にも、ノコギリガザミや、地中海緑ガニなども脱皮直後の個体をソフトシェルクラブとして食用にする。ありがとうございます。